と、そして左側もいけますでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。目線を送っていただきました。ちょっとでも気になる点とかがあったら、うん、あの皆様同士でご質問投げていただいても大丈夫ですので、はい、私たちビビモデルです。 ありがとうございます。共通点でビビモデルだ、はい、同じ雑誌です、ね、この並び、はい、素晴らしい並びですね、うん、確かにみんな共通点があってで素晴らしい並びで、はい、山崎さんいかがですか。はい、私はおばあちゃんになっても愛用したいものです、うん、はい、すごいなんか共感内田さんされましたけれども、てんちゃんが言うとかわいいななるほどマストアイテムですよね、うんおばあちゃんにもなっても履きたいというのはどんな思いからなんですか。そうですね、私はおばあちゃんになっても踊り続けたいなと思ってるので、うん、まあ歩きやすいですし、やっぱりスニーカーの方が、はい、もう死ぬまで履き続けたいなと思います。ありがとうございます。あの共感されておりましたが、藤田ニコルさんはいかがですか。はい、そうですね、考えたんですけど、運ぶいろんな場所にやっぱ、うんうん、いろんなその景色だったり人にもそうだけど、いろんな場所に運んでくれる、はい、あのものだなって思いますね、うんうん、本当いろんなあの経験をさせてくれるのがスニーカーだと思います。どうですか、藤田さんの中でそのスニーカー、うん、思い出のスニーカーとか思い出の経験と思い出のスニーカーが、うん、なんかこうリンクしているものとかもやっぱりあるんですか。そうですね、さっきやっぱワンちゃんの話したんですけど、はい、本当犬が家族になると本当にいろんな場所に散歩行くので、今まではそれこそ季節をあんまり仕事しすぎて見落としてたもの、それ桜だったりとか秋だったら紅葉だったりとか、そういうものをスニーカーとあのワンちゃんと共にいろんな日本の季節を知れたので、本当いろんな場所に運んでいろんなものを与えてくれるなって思いますね。いろんな体感をさせてくれたのがスニーカーなんじゃないかと、はい、ありがとうございます。